どうも、ウラです。はい、どうも、ジョーです。はい、どうも、なっちゃんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。今回はですね、ちょっとジョーさんとなっちゃんをですね、はい、ちょっとゲストに迎えて YouTube の方を撮影させていただきます。はい、本当に今日ありがとうございます。よろしくお願いします。よろしくお願いします。今回ですね、私自身がですね、裏話っていうコミュニティを運営させてもらってるんですけど、そのコミュニティってどんなことなんだろうって疑問を持ってる人とかすごくいると思うんですよ。で、実際、入ってみないとわからない部分があるんですけど、今回は皆さんにこうざっくりこんな感じだよっていうのをアピールしていきたいなと思って、ちょっとお二人に協力していただきました。ありがとうございます。よろしくお願いします。に対してはですね、一緒にこの裏話をやろうってなった時に もう本当にお世話になってるし、コミュニティを一緒にやっていこうっていう風に言ってくださっているもうベテラン、もともと僕の生後会ですよね、はい、そうですね、されて今は独立されて、どっちかというとこう土木の書類とかを、はい、作成する方のお仕事をされてる方で、はい、今度はなっちゃんはですね、私 の、 友人ではあるんですけど、若手として、はい、コミュニティ自体をね、本当のこと知らなくて、そうですね、存在は知らなかったんですけど、このコミュニティってどんな感じなんだろうっていうので、ベテランと若手が対談する、意見をね、いろいろ交換し合ったりすることができるコミュニティなんですけど、はい、それをですね、ちょっとプチ体感じゃないですけど、はい、してもらえたらなということで、今回準備させていただきました。ありがとうございます。ありがとうございます。もともとあれですよね、戸建てというかの、そうですね、注文住宅の営業をさせてもらってまして、何軒か住宅を担当させてもらいました。はい、で今はその建機の方、そうですね、土木現場の、建機のものだったり、あとはちょっと構成の、製作ものだったりとかっていうものを、現場納品したり、組み立てたりとかいう現場の経験させてもらってます。そうね、そういう観点ではなくて、ジョーさんも土木をそうね、やっていちゃったってことで、つな、がりが若干ある、でなっちゃんなっちゃんでどっちかというと営業とか現況をレンタルさせて、とか現場に提供するっていうことで、ちょっとこう現場から少し離れたような、でも直接的に携わる時もある、関わる時もある、ハザードさんとか関係者に世話する時があるっていうような流れで、で私は私で小さい戸建ての現場監督をしてたので、小さい戸建て現場監督とまた土木の現場監督とは違うし、でまた施工管理と営業とではまたちょっと違うしということで、今回はちょっとお話をしていこうと思うんですけど、まずね、先になっちゃんがジョーさんに聞きたいなって思う、こんなのってどうなのって実際働いてるのか、そうですね、やっぱり一番頭を悩ます部分でいきますと、やっぱり工程の管理なんですよね。なるほど、はい、やっぱり一番初期設定でこういう工程でやりたいですっていうのをまず営業として、お客さんからもらうわけなんですけども、そこから見積もりを作って、大体の、作業員さんとかの、見積もりを取って、でこのぐらいの金額ですっていうので出すんですけども、そこから決まりましたって言われてからですね、やっぱりですね、土木現場でずれるんです。土木現場もそうですよね。うまくいかないんですよね、工程管理って。そういう時に、やっぱりその、現場の方とどううまくコミュニケーションを取っていけば、もうちょっとうまく工程管理ってできるんじゃないかなっていうのを内緒に思ってて、そういうところちょっとお伺いしたいなと思ってまして、工程をまず作るときは、おそらく感覚は一緒なんで、営業の人とかで、原木土木のこと慣れてる人は大体パッと図面とか現場見て、この仕事専門的に見たらこれ1ヶ月にかかるなとか、例えばこの工事するやったら1年かかるなっていうのはもちろん大体の感覚で、経験を踏んでる人も踏まない人も感覚としてそれぞれは持ってるんですよね。で、施工管理する側からしたら業者さんを呼んで、で話をする前段で工程をまず変えてるんやけど、工程を変えてる時っていうのは当初1年かかるなと思っててもどうしても詰めていきたくなるんですよ。1年かかる、12ヶ月かかるなって工程でももうちょっとここやったら詰めれんちゃうかなっていうので、例えば11ヶ月に、はいはいはい、で
なるんですよ。でも11ヶ月もちゃんと雨は見てるんですよ、うん、祝日とか雨は見てるんやけど、12ヶ月を11ヶ月でできるんちゃうか、うん、これがベストやと、うん、で結論的にはそれがまた戻るんですよ、まあ、雨が崩れてね、そうですね、大雨が降ることを想定してるんやけど、結局12ヶ月が11ヶ月で縮まってまた12ヶ月に戻る、下手したら13ヶ月になるんですよ。あ、よくあります、ね、結局元に戻っとるやないかってこうなるんですけど、うん、施工管理する側、例えば現場の所長とか工程管理する人の気持ちとしては、なるべく押し込みたいと、うん、それがまず理想形やと。理想形で、例えば、なっちゃんの、はい、この A という講習をやりたいからちょっと来て話しようかという時に、どの工程出しますかって言ったら、やっぱり圧縮した11ヶ月のやつを出すんですよ、うんうんうん、だからおそらくですよ、これも僕の勝手な想像だけど、来てもらってこうでこれなんですよ、うん、こう渡す時には内心12ヶ月になるかもわからんなって思っとるんですよ、この辺で。なるほどね、体の中ではそういう感じもしかしたらやばいかもわからんなって。で、自分の上に公共の発注さんもいらっしゃるから、はいはいはい、あの競技とあの設計はもしかしたらスムーズにいかんかもわからんな、うん、それも踏まえて天候もわかる今の時代やから、うん、夏はめっちゃ雨降るっていうのも想定の範囲内、うんうん、今の冬の時期やったらめっちゃ雪降るっていうのも想定の範囲内、うん、それも踏まえて、うん、伸びるかも分からへんなと思いながら、いやとりあえず理想形でいこうと、うん、で出すのが11ヶ月、はいはいはい、でその11ヶ月の中のここで来てくれますか、うん、ってこうお願いして、うん、分かりました、うん、で持って帰って見積もりして数週間後、まあ、数日後1週間とかに来た時に、まあ、それが元にグッとこう伸びてるというか、そうですね、まだ2回目来た時にはまだこのままかもしれないけど、ね、ほんだら OK これでいきましょうって言って契約してやるときにはポンそうなんですね、多分そのタイミングなんですよ、だから結局のところ、あの営業さんの視点から言うと、うん、こっちの気持ちの中も分からへんし推測でしかないんやけど、うん、あのおそらくこうなるやろなって思うことで、うん、もう密に連絡を取るしかお客さんの、うん、へそ曲げるわけにいかんもんね、そうです、営業さんでしょ、いやこんなん絶対無理でしょお前何言うてんねんってこうなるから、うん、やっぱりそのこっちの意向も踏まえながら、うん、あのなんかこう伸びるタイミングで絶対どっかであるから、うんうんうん、もうあかんってことはボンってどうあれみたいな、そう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 、2日前にはここにいたのにあれねえねえそうそうそうあれあ、なんかあったんですか、いや、いろいろあってねそうそうそう、よくあるわね、いろいろあってねそのいろいろっていうのは社内的なもんもあるし、うん、対発注さんのやつもあるんですよ、素敵なワードそれ多分どの業種でもあると思うんですよ、いろいろあってね、別の現場行ったら、いや、地元さんちょっとあってね、うん、あそこのヤードができひんから、うん、ここのヤードの仕事終わらんとなっちゃうやつできませんねとか言ったら、で言われたら、はい、しょうがないもんね、そうですね、地元さんに言われてるやったらそうそうしょうがないなって思うんやけど、しょうがないやけど実際経費はかかっとる、そうですね、ほんならそのこうボンって伸びるタイミングをどこで分かるかだけしかないと思う、いや、そうですよね、現実そうなんですよ、僕の伸ばすときはこれじわじわいけへんから、もうあかん、ポンっていくから、そうそう、いや無理、どう考えても無理、ギリギリまで粘るけど、でこの段階はここなんやけど、伸ばすタイミングはこれがもうこの辺まで来てるから、もうどう考えてもこれポンって絶対無理やん、もうこれスタートしてるからね、はい、だからまあその辺で自分の会社を守るとか、はい、工場の方を守るとかいう視点切り口で見ると、まあこのバンって動くタイミングをいつ分かるか、そうですね、まあまあちょっとその辺の向こうへの伝え方、元請さんへの伝え方もちろんいろいろあるけど、その辺はもう下から下から基本下から下から今日どうでしょうかとか、まあ、毎日連絡した方がいいのか2日に1回がいいのか、まあ、その辺はその時と場合によりけり、元請さんのその人の性格にもよりけりだけど、このタイミングをどこかでリサーチしながらこっちの工場の方と連携する、うん、現実的にこの広がるタイミングって本当にその人の感覚でしょ、感覚のそれぞれの感覚だし、ね、うん、いろんなタイミングがある、そうそう、僕やったら日曜日いろいろ考えててもうあかんと思って月曜日にボンってする人もおるし、水曜日ぐらいまで引っ張る人もおるから、うん、まだいけんちゃうかいけんちゃうかいで明日来てくれよにボンって伸ばす人もおるから、いや、すいません、なちゃんこれね明日来てくれる人じゃないですか、あ、はい、ちょっと伸ばしてほしいんですよ、いや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 、今もう前の日の15時やねんもうトラックトレーラー入っとるよ、ね、いやもうトレーラー工場入って
って用意済みしてますからね。うん、じゃあそこをなんとか頼ますわ、プツプーポーポーいやいやいや、いやでもそういう監督さんもおるのも事実やし、前もってちゃんとメールしたり電話したりする監督さんもおるけど、これが広がるタイミングはいきなり来るっていうのは共通点。いや、そうですね、感覚的にそう思ったらいけない。そうそう、ね、身構えてやっぱり密に連絡を取るというか、まあでも一番そうなんですけど、そこのタイミングもじゃあ何かありますか、事前に教えてもいいかなって思う時はないんですか、この営業さんだったらみたいな。あ、いや、まあそれはないと思うな。できる限りは粘ってるんですもんね、このところで。そうそう、あの 理想は、うん、元請けさんの、まあ、それはスーパーゼネコさんであっても、ね、地場のゼネコンさんであっても、理想は最初に自分が書いたところですよね。だから、あくまでも聞かれても、内心あかんなと思っても、いや、大丈夫やでって言ってしまうタイプやから。もう営業それ信じ切ってますけどね。ジョーさん言うてましたやんって、いや、ジョーさん言うてたから、例えば月末、例えば2月の末って言うてたのに、それに合わせて全部財務手配しますよって、まあまあ、そう、いいなんだって、コーヒーでも。このコーヒーが決めてたんですよね。まあまあまあ、マジっすかって。現場では強い、これ。そうなんすね。そうそうそう、もらっちゃうみたいな。もう自分飲んだやろ、そうそう、契約してる。持ち帰りますね。ちょっとあの所長に言うとってな。あの何々系のお嬢さんがもうどうしてもねって言うんですよ。であれやったら所長俺電話しようかとかこういう、うん、電話しても変われへん。そうですね。基本分かるよね。立場変わったらやっぱ民間の会社の人やから、あ経費かかっとんなとかって思うから、その時に愚痴を言う営業マンと愚痴を言わない営業マンでは変わると思う。まあそうですよね、うん、でその時に僕の場合はね、愚痴も今としてくれてるなと思ったら、あ最後に「ジョーさんこれどうしてもここ合わへんのですわ」って言われたら、あちょっと見てあげなあかんのかなっていう気持ちにはなる。例えば「これ10万合わへんのですわ」って言われたら、もうちょっと間取って5万だけで勘弁してくれるとか、まあ、その辺は話、はいはいはい、でも最初その時に言うてた話と違いますやんかって営業さんやったら、いやそんなん見れるかいやみたいな、こうなってくる。まあ、その辺は人と人との付き合いですから。そうですよね、確かに建設業って本当に最終的に人と人との付き合い、ね、アナログっち、いやそうなんですよ。そうそう、結局アナログがめっちゃ残ってますよね。残ってる。それはなんか私も監督してた時にすごい痛感しました、結局はもう人、そう、ね、こいつだけ許してやろうとか、なんかそんな感覚になりますよね。やってやろうとか、なんか多分なんかその兼ね合いは確かにちょっとあとはあれですよね、作業員さんとの距離感が気になるってなっちゃうか、やっぱり営業としてあんまり現場にもなかなか行けない時もあるんですよ、遠方の時に、まあ、その1回とかだったりチャンスだね、そう、初めの時と終わる前とかに入ったりとかぐらいしかない中で作業してもらってる、で作業員さんって他の現場でもやっぱ入ってもらうことがあるんですよね、もう下請けの業者さんでいつも使ってるとこっていうところなんで、やっぱり作業員さん大事にしとかんと次の仕事もやってもらえないっていうイメージがやっぱあるんですよ、なんですけど、やっぱちょっとそこまでその下手に出過ぎるのも良くないのかなっていうところもありつつ、結局僕なんか話してると仲良くなっちゃうタイプで、距離感ってどれぐらいのがいいのかなっていうところがあるのはあるんですけど、年齢ももちろんあると思うんですよ、そうですね、その20代の人が、まあ、営業さんでも現場監督の人でも、例えば40とか50、60ぐらいの職人さんとの接し方 と、40歳ぐらいの人とちょっと自分と同年代か上の職人さんと話をする接し方と、その自分の世代のあれももちろんあるんやけど、基本スタイルは今の時代は全部下からやと思うね、もう高圧的にする時代はもしかしたら昔はあったかもしれないけど、僕が知ってる限りでは今の時代はもう基本僕が上ですよみたいな言い方をする人はどっちか言ったら少数派というか消えていく運命の感じ、消えていく、まだいてはるから、でもそれが結局のところそれをしたからって言っても別にアウトじゃないし、あかんって言われる筋合いもないんやけど、今のこの人が減ってきて担い手と言われる働いて生産する人口も減ってきてる中で、どっちか言ったらこうなるのは高圧的に出る人で、
好かれるというか、まあ、またこの人と仕事したいなと思われるのは、まあ、下から喋ってくれる人、うんまあ、言い方を変えたら目線を下げれる人、はいはいはい、喋る相手の目線に合わせれる人、うんうん、自分が25歳であっても45歳であっても、あ、この人はこんな喋り方やなと思ったらちょっと上げたり下げたり、うんうんうん、できる人は、あ、この人と仕事しやすいなと思ってもらえるし、うんうん、この人の仕事やったらやろうかって、うんうん、結局それは誰でもできることやから、あの心がけ一つだけの問題なんですよ。そうです、うんまあ、まあその辺が今の時代に求められてるというか、うんまあ、働いて売れてる職人さんから見た時には、うんまあ、一番好まれる確率が高い、はいまあ、高圧的に 出た方がいい時ももちろんありますよ。 100% はないから、うんまあ、10回やったら8回9回はまあ対等か下から、まあ、別に対等でもいいと思うんですけどね、うんまあ、一生ぐらいの目線で、はい、確かに。でもなんかね、立場的にというかポイント的には言わないといけないとか、うん そうね、まあ、そういう時はもう自分の意思を貫かないといけないっていう時は多分出てくるから、うん、その時の調整はまあ大事、うんうん、例えば同等対等か下から目線にしたとして、いやこうですよ、あですよ、ね、いや右からわしゃしたいな、いや左から、まあ分かりました、ほんなら右から行きましょうか、例えばね、右から行きましょうか、分かりました、でいやこれ今度やったら金曜日に言うただけど月曜日にしか伸びるわ、いや僕金曜日夕方には絶対終わりたいんですわ、はいはいはい、言うたら、まあ、それはなっちゃんの言うこと聞いたのかと、うん、まあまあこれはこの子なりにが自分で考えて言ってることやから、それはこの子の言うこと聞いたのか、ちょっと残業してでもしょうかと、はい、なぜかまあその辺は、職人さんとか特に年配の人は逆に見てるから、うん、あこの子なりに自分なりに考えてんなというところは自分の意見を押し通すんじゃなくて、僕はこないしたいんですよ、うん、これをせえって言うたらまた角が立つ、そうですね、僕は金曜日に終わらしたいんですよ、うんうん、だから丸丸さんの仕事を金曜日終わらして月曜日から別の現場に行ってほしいから、うん、だからまあ悪いけど、飯カミカミでも昼休憩30分でもして、うん、残業してでもちょっと終わらしてほしい、うんまあ、分かったわ、うん、でも今日ちょっとここまでするから明日もう一人増やしてなんとか勤務に間に合わせようかっていう話になる、うん、それはここぞっていう時だけ自分の意見をなんとか言うと、それ以外のところは、うんまあ、対等かちょっと下からの目線で、右から言うんだけど、あほんなら左からしましょうか、うん、まあまあまるまるさんの意見に行きましょう、うん、その辺をこう、うん、引き出しのこう開け方というか、はいはいはい、まあその辺はテクニックになるかもしれないけど、でもまあ職人さんを見てるからね、本質を、ええうん、それは確かに、うん、すごいもう入った時 の作業員さんのファーストインパクトというか、うんうん、一番最初の入り方結構気をつけてる、あ、まあ、うん、やっぱり第一印象でちょっとこう決まってきちゃうからと思って、うん、だからすごい合わせに行くタイプなんですよ、うんうんうん、なんちゃった、僕が合わせに行くもうその人の感じを見て合わせに。でもなっちゃん現場でめっちゃ疲れそうじゃないですか。それはあの、メリットやと思って、うん、だから向こうの人の意見を聞くっていうのは、うん、自分のキャラと合ってると思う、うん、確かにその時に基本職人さんは どの職種もそうやけど、うん、あれもせこれもせ、例えば生コンは根性、うんうん、こんな風に語るんだけど全部あれこれ言う感動が嫌われる、うんうん、それは俺の持論やけど、はい、僕はこれだけしたいんですよ、ここだけはちょっと譲りたくない、うんうんうん、特に僕よりも、まあ、僕の40代よりもまだ50代60代の職人のおっちゃんからしたら、あ、一本筋通った子やなと思ってくれる、うんうんうん、もう工程だけは俺絶対3月まず終わらしてる、はいはい、それをするんやったらここでこうしようかな、うん、ここでこうしようかな、これだけちゃんと牙って守ってくれるでもそれ以外のことはもういいっすよみたいな、うん、いやまあ後でまた話しましょうかって、うんうん、だからこの監督この子はここだけは譲りたくないんやなってこう、うん、あの分かりやすくするのはテクニックの人、なるほどですね、シーンをとりあえず1本通す、俺はこれはしたい、うん、絶対これはもう何誰に言われようか俺は嫌や、負けたくそこだけはみたいな、確かにそれは大事、それはまあテクニックの一つで、まあ、ないシーンいっぱいあるね、これも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 せやがるみたいな、結局やっぱり民営ね、お金儲けてなんぼやから、お金を儲けなあかん、じゃあ工程を守らなあかん、いいものも作らなあかん、全部せなあかんねんけど、あれもこれも職人さんに言うてたら、あ、聞いてくれへん、だからこれだけでまず決めといて、あとのこの辺はモヤモヤっとしながらなんとかコース立てていくわけ、それが監督のテクニックね、ここは守ってくれ、だからもうこれはしてくれるやん、これをするためには他のことを守らないと基本できひんのよ、うん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 、工程守れって言ったら、ね、適当にやってたらこの柱が立ってきへんから、それはうまいことこう、あの下からやりながら
へそ曲げるようにここは譲らんとってください、うん、僕譲りたくないんですよ言いながらこっちもなんとなくこう立っていくのよ、うんうん、徐々に徐々に、ね、それがまあうまいことまあ人称新薬図じゃないけど、うん、やっぱりこう人の気持ち考えながら再開力みたいな感じで、それがまあうまいことできる人もおるし、まあ、苦手な人もおるけど、はい、だ誰でも言えるのはここだけは僕譲りたくないんです、うん、まあまあまあ分かりやすい、うん、それが一番ポピュラーというか、うんうん、確かにね、めちゃくちゃ勉強になります、はい